RDR2、 じゃあ早速続きやっていこうと思います。で、今回はマイカのミッション、おっと邪魔だな、危なかった、今光るとこだった。マイカのミッションやっていこうかな。今アンズバーグにいるんだけど、 M って表示されてるもんね。ここら辺かな、近く民家のどこだ、ここじゃないか、もう一個隣、ここか、この家か。うわ、いきなり出てきた。いきなりテンション高いな。ちょっとした挨拶。あれ、マイカと一緒にじゃあなんかミッションやるのかな。ていうか、この民家に住んでたんだ、いつの間にか。結核なんすよ、アーサー。やつれてるもんな、だから。裏切り者モリーじゃなかったの？ピンカートンに襲われた。あ、これピか。俺ずっとビって言ってた。ピンカートンか。そうだよ、モリーが裏切り者だったんじゃないのか。まだ裏には裏がいんのか。We got sloppier than the town drunk, and they know who we are and where we are. 全部バレてんのか。行動があれが派手すぎるからか。でもそうやって言うけど、つい最近ジョン助けたけどね、あの監獄島から。コーンウォールはあれだね、この世界のなんだろう、一番の資産家みたいな感じかな。ゴールドロジャーみたいな感じかな。報復でもやるんだろうな、これ。そうだね、挨拶するだけだ。ちょっとだけムービーに入った。ここら辺にコーンウォールのこれか、船が止まりましたと。アンズバーグでもドンパチやるの結構やばいけどな。もう隠れられる場所がない。このコーンウォールが、ちょっとびっくりした今一瞬、クマの帽子かぶっての忘れてた。うわ、全員もう勢揃いじゃん、これ。目の前にいますよ。目の前にいます。箱の裏にいますよ。全員集合じゃん。だ、ここら辺にいることはもう分かってんだな。Find me Dutch Vanderland! Bring him here! And leave the laws to them as they are! 前回ジム殺せたと思うんだけどな。殺せたと思うんだけどな。Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement.コーンウォールは何だろう、言ってしまえば石油王的な感じかな。鉱山も買ったんだな、その金で。あ、来た。今ちょっとアーサー驚いてたね。お、出るのみたいな。すげえ。全面戦争じゃん、こんなの。何盗んだんだっけか。お前は人を殺す。And you destroy everything in your path. I've heard just about enough. やばい、これ打ち合いになるか。脅してんのか、この状況で。マジか。絶対その脅しに、あ、笑ってる、笑われたわ。これドンパッチやんのかな。お、コーンウォール
すげえすげえタッチ。もう多分鼻から殺す気あったんだろうな多分。あ、これは倒したと。あ、後ろにいる。やってくれたな、ダッチ。ダッチすごいな。アグレッシブすぎない？なかなかフレキシブル。ちょっと待って、アサリタインスはあれいない？コーンウォールの死体ってどれ？あれ、コーンウォールの死体ってどれ？あ、もしかして海の中に落ちてった？え？わ、コーンウォールの死体、アサリタイス自分でもないのか。あ、ダッチが死んだ俺がコーンウォールの死体探してるうちに。こっからね、はいはいはい。クソ、ピンカートンだ。いや、そりゃそうだろ。やってくれたダッチ、おめでとう。やりすぎだとは思うが、プレイヤー目線ちょっと楽しい。こんだけ暴れてくれると、むしろこんだけ暴れてくれるとちょっと楽しいわ。突き抜けてるから、いろいろといろいろと突き抜けすぎてる。あれ、今倒れたね、歩いてたら急にペニャンってなったわ。ダッチか、ダッチと同じペースで前に進まないといけない。ガンガン人殺してってるからね。うん、この橋か、ダッチについていけばいいのかな。よし、もう何人殺せるか競争だ、ダッチと。こうなってここまで来たらもう、あ、これか、これちょっと遠いな。え、ちょっと待って、遠い、これは遠いわ。あ、ランカスターあった、やばいやばい。ちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、いろいろちょっと待って、隠れよ、さすがに隠れよ。これはで、前にもいる。で、もう早速アンズバーグで暴れ始めてるもんな。まだいるよ、まだいるよ。違う違う違う、面白いものを見つけた。なんか言ってたな、面白いものを見つけた。あ、こっちの上か、上ね、了解了解。待て待て、ダッチ慌てるな、慌てるな。コーンウォールあっという間に死んだな。俺てっきり最終ボスかと思ったよ、ラスボス。ここか、うんうんうん。ダッチとマイカについていけ。ちょっと探ってる時間ねえな。あ、まだ敵がいる。こっちは任せろ、右側は任せろ、俺がやる。あ、灰は大丈夫なのかって知ってんのかみんな。アーサー病気なことみんな知ってんの？あれ言ったっけ、アーサーって。なんか報告した？なんか体育座りしてるみたい。この人死んでんだろうけど。あれ、また生きてんのか。いや違うか、これ橋とかこういう段差で死んでる人ってちょっと見分けしにくいな、見分けにくい。あ、こっちか。これなんだ、これここ歩いていいのかな。歩けないか、歩けないな。目の前にいます、蒲田行進曲。おお、すげえ。上から下に降りてった、落ちてった。うわ、これちょっと無理じゃね。なんか爆破物があんのか、ちょっとそれ。よし、動いてるの撃つの楽しいな、動いてるやつ。3人でもうめちゃくちゃ殺しまくってるもん。3対1じゃないわ、3対複数とは思えない。え、まだどこにいる、どこだどこだ。あ、ここか。待て待て、俺が殺す。馬を解放して逃走しろ。あ、ちょうど都合よく3体いるわ。
3頭いるわ。まあお互いにでも話し合いが通じる状況ではなかったからね。下手に大勢殺しすぎた。あ、だが今回は違う。カモン。無鉄砲ってこういうことを言うんだろうな。もうアンズマグこれでもうまたげなくない？この地を、この地をまたぐことができないんじゃない？何回も言うけど、コーンウォールが俺ラスボスかと思ってた。結構あっけなく死んだな。ってことは、じゃああとはジムと、ジムがラスボスなのかな。コーンウォールの会社からお金取るのかな。ダイナマイトの売買もやっている。北石油工場に債権がある。やべ、アーサーめちゃくちゃこけてきてるな。やつれてきてるな。計画のことか。こっからの脱出計画。病気のアーサー君、バレてんのか。